さんおはようございます。クルーズソフトです。自動車ニュースここ掘れ11。今日はですね、2022年上期1月6月ですね、1、6月の世界新車販売台数、こちらの方のメーカー別のね、ちょっと内訳とか集計結果見てみたいと思います。ちょっとね、冒頭話変わりますけども、お盆休みも終わりましてね、皆様ちょっと頑張ってね、お仕事してる状況かと思いますけども、今年ね、初めて私ね、1週間ぐらい前から初めてCM を見てしまいました。今シーズン初のスタッドレスタイヤの CM ですね。深田恭子さんがね、今年もセブンセブンセブンって言ってましたね。アイスガードセブンですか、横浜の、こちらのタイヤの CM を見て、さすがに雪国の私でもまだ早いんじゃないかという思うぐらいね、今シーズン初のスタッドレスタイヤはやっぱり、ね、見入ってしまいましたね。今年は僕ウルトラマン8でね、アイスガード8になるのかなと思ったら、アイスガード7で今年も行かれるんですね、横浜さんはね。ということでね、ちょっと話変わります、戻しますけども、今日はね、上期の世界新車販売台数、こちらの話をしたいんですけども、これね、かなりね、興味深い結果が出ております。で、調査会社のね、マークラインズのデータを元に集計したものなんですけども、こちらのようになっております。まずね、見ていきたいんだけども、こちらの順位、これが左側の順位が今年の順位で、前年の順位が右側ということで、まずトヨタグループがね、上期、513万台ということで、2位がフォルクスワーゲングループ387万台、まあ、ここがもうすでにね、トヨタグループの、もう群を抜いてますね。頭1つ2つ3つぐらい飛び抜けてる感じな、トヨタグループが上期でこれだけ作ったんだなってことで、なかなか半導体不足だとか、納期がね、大量に遅れてるとか、挽回生産ができてないとか、いろいろ言われてますけども、上期でこれだけ作ったのはさすがだなというね、圧倒的な、王者ですよね、本当。これしかも日本企業ですからね、我々が本当に誇りたい、世界で誇れる、日本のね、本当に数、ソフトバンクグループがかなりね、今やられてしまいましたが、持ってるね、証券、有価証券、ほとんど資産価値が下がってしまったということで、かなりね、大赤字を出しておりましたけども、トヨタグループはやっぱり日本を代表する企業だなと思いますけども、それで、2位がフォルクスワーゲングループでしょ。で、3位がね、ここら辺が注目だね。ヒョンデ自動車グループだね。こちらが、前年まで4位だったけども、着実に1位上げましたということで、338万台。何気にフォルクスワーゲングループと、ここは結構ね、いい競り合いをしてますよということで、ちょっと油断すると、これヒョンデがね、こういう言い方したらちょっとね、日韓問題にね、ちょっとね、泥をつけてしまうかもしれないけど、ヒョンデがね、2位とかになると、ちょっとなんか、っていう世界情勢変わってきちゃう気がしますけども、ヒョンデが3位ですと。で、ルノー、日産、三菱自動車のね、連合が4位です。これ前回3位だったんだけど、ここ入れ替わっちゃったんだね。で、5位がステランティスですよと。で、6位が GM ですということで、ここの、このヒョンデとルノーとフォルクスワーゲン、この2位、3位、4位ぐらいは結構均衡してる感じだね。で、ステランティスもね、すごく惜しいとこまで来てるので、かなり結構ね、2位以下は混戦状態、1位が1人で飛び抜けちゃってるみたいな感じなんですけども、ここでこの下なんだけどね、7位にフォードがいて、8位にようやく日本のメーカーホンダがいますと。で、9位にスズキがいますよということで、で、10位に BMW グループがありますと。BMW グループだから、BMW と、ミニと、ロールスロイスが入ってますということで、BMW グループで116万台。で、前年比で 13% 減ぐらいということで、各社ね、苦戦続きなんだけども、フォードと、スズキが、ちょっとね、前年比から増えてるんだけども、ランキングとしてはこういった状況になっておりますと。で、ここはね、まだ、そうなんだっていう感じなんだけども、ここからちょっと飛ばして、14位から見てみますね、次。14位、来ましたね。前年23位、BYD ですね。これ中国の電気自動車、電動車というか、EV と PHV か。ついこの間 BYD はガソリン車やめましたからね。なのでもう今は PHV と EV しか作ってませんって、それ中国の BYD でございます。これ日本にも上陸しますね。で、15位が上海汽車集団ですね。で、16位が、読み方いつも分かんない、頂上汽車、中国ですね。で、17位に、前年まで22位だったテスラが、5ランクアップしてテスラが入ってきてますと。で、18位がマツダでした。で、20位圏外でスバル、前回はギリギリ20位圏内に入ってたんだけども、ワンランク落としちゃって21位にスバルですよということで、スバルで37万台、マツダで55万台、でトップの差はトヨタとかで比べると、
10分の1ぐらいですよね。で、まあ、スバルに関しては10分の1以下になってしまって、やはりかなりここを見ると、日本にいるとスバルの車もすごく見るし、マツダの車もすごく見るじゃないですか。別にトヨタの車と差がないぐらい、ね、世の中の日常生活したら車の台数見ると思うんですけども、実際その紙機とかいうか、この世界で販売されている台数を見ると、こんだけの差がありますということになってます。で、ここでポイントは何を見なきゃいけないかというと、こちら。ね、BYD とテスラですよということで、この BYD とテスラは、ね、皆様ご存知の日本のマツダとスバルが1年間で売る車の量よりも多くの、テスラはもう EV しかないですからね、 EV を世に出してますと。で、 BYD も EV か PHEV しかありませんということで、かなりここの、ね、大躍進ぶりが半端じゃございませんと。で、テスラに関しましてはイーロン・マスクさんね、モデル Y がやっぱりね、かなり収益性が高い車らしく、まあ、着実にガソリン車からシェアを奪ってるということで、この辺がマスクさんって力強い言葉ですね。で、テスラだって結構大変だったんだよ、今年は。夏じゃない、春頃はね、上海のね、ロックダウンの影響で、工場ストップとかね、やられたんで、決して、満足に作れる状況ではなかったんだけども、これぐらいの車をもう作ってますと。で、さらには BYD においてはね、ものすごいジャンプアップですよ。で、もう、ね、64万台も作ってしまってて、前年比で言うと 2.6 倍ぐらいの車を作れましたということで、本当にね、パチ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 って感じなんだけどね。で、まあ、中国が今、そのね、販売、EV の販売の、こうなんていうかな、税負担を下げるっていうことをやってたりとか、あとは車のラインナップがね、200万円から400万円っていうところで電気自動車を作ってるので、中国の若者に対してこう非常に受けがいいと。こんなお手軽な車、お手頃な値段で車が買えるんだってことで、しかも EV なんだっていうところで、かなりこの BYD っていうのはかなりね、日本の商用車のね、バスとかトラック、バスが主に多いかな。バスが BYD 製のね、電気自動車の、EV バス使ってるところが多いと思いますけども、今度ね、乗用車でも日本で上陸する予定なので、まあ、ここのね、存在はちょっとね、怖い。だって、もうすでにさ、マツダとスバル食われちゃったんだもん。で、その後ね、まあ、日産が食われるまでには時間かかるし、ホンダも食われるまで時間かかるだろうけど、あまりうかうかできないよっていうのは、どうなってるかっていうと、今後の EV の予測なんだけども、2017年には85万台、ね、世界、本当に、世界では85万台しか売られてなかったんだけども、今年にはね、約700万台になりますよと、世界で売られる台数が。で、あと8年後、2030年には約3500万台の新車がね、EV 新車が世に出るんだってことで、この図形はそんなになんか、こんな風にならないよっていうわけではなく、結構、なんかその、なるんだろうなっていう、現実味を帯びてる数字だと思うので、こちらがね、かなりその、約3500万台、あと8年後なので、なかなかその、今は足元ではガソリン車に比べたらまあ1割ぐらいしか満たないけれども、本当にこの8年にかけてすごくシェアをね、増やしていく。日本でもだってね、今年はサクラとかね、イケクロスの EV とか出てきて、かなり盛り上がってるので、世界としてはこういう動きなんですよと。で、さらに言うと、さっきも言いましたけども、スバルとマツダは食われました。ね。さあ次どうなるんですかと。スズキがいつ食われちゃうんですか。まあスズキはもしかするとインドの販売がすごく多いし、まあインドがね、それって今の中国みたく EV だっていうふうに舵切るというか、政府がそういうふうに動くとね、一気に情勢変わってしまうかもしれませんけれども、かなりな勢いで EV にガソリン車が食われていってますというね、そういうねリアルな数字を見ていただきました。ちょっと皆さんどうでしょうかね。このお盆休みとかに、あ EV 見たよとかね、ちょっとなんか。この今年の秋冬にかけてもかなり EV 出てくるので、レクサスも出てきますね、 RZ とか出てくるので、あちょっとね EV 気になってるなっていうのと、まあ、私もそのね車次買い替える時にやっぱりなんか EV の存在がちょっと気になってきてるのでね、ちょっとこちらの方はね引き続き要ウォッチだし、まあ、今すぐにではないけども世の中こういう風に走っていますという状況でございます。今日は週の半ばの水曜日でございます。お盆のね、お盆ボケだっていう人もねもうそろそろいなくなるかなと思いますけどもね、気持ちを切り替えて、でも今日は週の中日なので、まあこの1週間はね長期お休みだった方はねリハビリ週間だと思うので、まあいいんじゃないですか。1週間くらいちょっとね騙し騙し で、あとね明日明後日行ったらまた休み来ますからっていう人が多いと思いますので、なんとかね今週元気にね乗り越えてください。なかなかその、ね、連休疲れもあると思いますので、時間に余裕を持って、ね、事故を起こしたらつまんないですから、ね、事故をもらってもつまんないし、事故しちゃってもつまんないのでね、お気をつけてお出かけください。それでは本日も、いってらっしゃー。